平野翔の進化が止まらない。ナンバーアンダーラインアイ1周年記念ビジュアルから読み解く彼の成長。また、2つのネックレスとベルトも昨年のものと全く同じ。2023年、平野翔が新たに結成したグループ、ナンバーアンダーラインアイは音楽シーンに新たな風を吹き込みました。その年のビジュアルに映る彼は、栗色のふわりとした髪型と上品な黄色みを帯びたスーツ姿で、 独特の優雅さと洗練を見せていました彼の表情はやや柔らかく、グループ結成という大きな変化の中で感じられる新しい責任や期待に対する決意がにじんでいたように思えます。しかし、2024年のナンバーアンダーライン愛1周年記念ビジュアルが公開されたとき、ファンはまたしても彼の変貌に驚かされました。今度の翔君は、金髪のストレートに近いヘアスタイルで、 ままるで物語のの王子様のように輝いていてした彼の髪は前回とは違い、ボリューム感がありつつも、エレガントにスタイリングされ、まるで一歩先の次元に進んだかのような堂々たる風格をまとっていました。この変化は、単なるスタイルの違いを超えて、彼のアーティストとしての成長や成熟を強く感じさせるものでした。興味深いのは、彼が1年前と同じ黒のインナーシャツを意図的に選んで着用していたことです。 また、2つのネックレスとベルトも、昨年のものと全く同じ。普段はファッションに対して非常にこだわり、ほとんど同じアイテムを繰り返し使うことがない翔くんが、この重要な日にあえて同じアイテムを選んだというのは、1年という時間を大切に思う彼の気持ちが表れているのかもしれません。ファッションにこだわる彼だからこそ、こうした細部にまで意味を持たせることができるのです。ファッションが同じでありながら、 外見の違いは明らかでした。特に髪型とヘアカラーは、平野翔の魅力が1年間でどれだけ変化したかを如実に物語っています。2023年のくんは栗色のナチュラルな髪色に、柔らかな巻き髪スタイルで、温かみと親しみやすさを感じさせました。それに対して、2024年の彼は明るい金髪で、スタイリッシュなストレートヘアを採用。まるで別人のような印象を与える一方で、 彼の内にある強い自信とプロフェッショナリズムが見て取れます。これはただの外見の変化ではなく、彼のアーティストとしての進化、そして、ナンバーアンダーライン愛としての1年間での成長を象徴しているように思えます。さらに、1年前のスーツスタイルから、今年の1周年記念ビジュアルでは、よりカジュアルでありながらも洗練されたファッションに移行しています。特に、 若者に人気のあるダボッとしたパンツスタイルとレザーのジャケットは、彼がトレンドをしっかりと捉えながらも、独自のスタイルを追求していることを示しています。この選択は、翔くんが常に時代の先を行き、自身のアイデンティティを大切にしながらも、変化を恐れず挑戦している姿勢を反映しています。見た目だけでなく、そのキャリアの進展も驚くべきものです。平野翔は、キングプリンスを脱退し、新たに、 ナンバーアンダーライン愛を立ち上げるという大胆な決断を下しました。その移籍後の1年で、彼は音楽だけでなくファッションや表現の面でも飛躍的な成長を遂げています。特に、透明感のある彼の歌声は、ファンの間で、癒しとして評判を集めており、その繊細さと深みがより一層増しているようです。実際、彼が歌う、透明になりたいは、YouTube で200万回再生を突破し、 多くのの人々の心に残る作品となりましたファンは彼の声を聞くたびに、その優しさともろさ、そして浮遊感のある世界観に引き込まれ、言葉を失うほどの感動を味わっています。翔くんの進化は、見た目やファッションだけでなく、内面的な成長にも反映されています。新しいグループでの活動を通じて、彼はアーティストとしての自分自身をより深く探求し、新しい挑戦に次々と取り組んでいます。 その一方で、ファンに対する誠実さや感謝の気持ちは変わることなく、むしろますます強くなっているように感じます。それが現れているのが、今回の1周年記念ビジュアルでの細やかなファッション選択や、ファンに向けたメッセージの中に見える彼の真摯な姿勢です。ナンバーアンダーライン愛としての活動は、まだ始まったばかりですが、その未来は明るいものに違いありません。平野翔は、常に新しい挑戦を恐れず、 自自分自身ををえてていいくことを選び続けています彼がこの1年間で見せてくれた変化や成長は、その可能性が無限であることを示しており、今後の活動にますます期待が高まります。ファンとしては、彼がこれからどんな新しい姿を見せてくれるのか、どんな音楽やパフォーマンスで驚かせてくれるのか、胸を高鳴らせながら待ち続けることでしょう。平野翔の変化と進化は、ただ外見やパフォーマンスのみにとどまらず、 彼の内面的な成熟や、アーティストとしての深まりを感じさせるものです。そして、それは決して一人の努力だけでなく、彼を支えるファンや仲間たちとの強い絆によって実現されたものです。これからも平野翔が、どのように自分自身を再発見し、どんな未来を切り開いていくのか、私たちはその旅路を見守り続けることでしょう。平野翔の1年間にわたる変化と進化を振り返ると、 彼の強さは外見の魅力やパフォーマンスだけにとどまらず、内面的な成長と深いコミットメントに支えられていることがよくわかります。ナンバーアンダーラインアイという新たなステージでの活動は、彼にとって大きな転機となり、彼自身のアーティストとしての資質をさらに磨き上げる場となっています。2023年に新たなグループを結成するという決断は、当時のファンにとっても衝撃的であり、 彼の将来がどのように展開していくのか、多くの憶測や期待が飛び交いました。しかし、その決断は結果として彼をより一層輝かせるものであり、彼の持つ無限の可能性を再確認させるものでした。特に2024年の1周年記念ビジュアルにおいて、彼が示した変化はただの見た目の違い以上のものでした。金髪のヘアスタイルや革のジャケット、ダボッとしたパンツという若者らしいカジュアルなスタイルは、 彼の柔軟なファッションセンスと同時に時代のトレンドを的確に捉える力を示しています。しかし、注目すべきは、ファッションの一部が昨年のスタイルを踏襲している点です。これは一見、些細なことに思えるかもしれませんが、彼があえて同じネックレスやベルト、黒のインナーを選んだ背景には、深い意味が込められているように感じられます。それは、彼にとっての、 1>, 1年という時間の重みを感じさせるものであり、過去を尊重しつつも、未来に向かって進化し続ける彼の姿勢を象徴しているのではないでしょうか。平野翔は、ファッションや外見の変化を通じて、常に新しい自分をファンに見せる一方で、その根底にある信念や価値観は変わることがありません。それは、彼がどれほど多忙な日々を過ごしていても、ファンとのつながりを大切にし続ける姿勢に表れています。例えば 彼の歌声が多くの人々に癒しを与えていることは広く知られていますが、その背後には常にファンに寄り添いたいという彼の強い思いがあるのです。特に、透明になりたいという楽曲は、その歌詞とメロディーの繊細さ、そして彼の透明感のある歌声が見事に融合し、200万回以上の再生を記録しました。このような成功は、ただの数字以上のものであり、 彼がどれほど多くの人々に感動を与え続けているかを示しています。ファンの間では、彼の歌声は、儚さと、浮遊感を感じさせるものとして評されています。そして、それは単に技術的なことだけではなく、彼が歌に込める感情やメッセージの強さから来るものでもあります。彼の声は、まるで聴く者の,の心に直接語りかけるかのような親しみやすさがあり、その一方で、 どこか手の届かない遠い世界に連れて行ってくれるような特別な魅力を持っています。こうした独自の音楽スタイルは、彼がただのアイドルではなく、アーティストとしての道を着実に歩んでいることを証明しています。また、彼の進化は音楽だけにとどまりません。彼は自分のキャリアに対して非常に戦略的であり、未来に向けたビジョンをしっかりと持っているようです。グループを結成した当初から、 彼は単なるアイドルグループの枠を超えた活動を目指しており、ファッションやアート、映像表現など、多岐にわたる分野での挑戦を続けています。こうした活動の中で、彼は自分自身のブランドを築き上げ、より多くの人々にその魅力を伝えることに成功しています。特に、若い世代に向けた影響力は絶大であり、彼のファッションやライフスタイルに憧れる人々がますます増えているのも事実です。